ウィラトゥは、ミャンマーの仏教像であり、ミャンマーにおける反イスラーム運動の精神的指導者である。2001年頃から過激派、民族主義運動96、969運動に関与している。彼は、イスラム教徒への迫害を先導しているとして非難、されている。1968年、マンダレー近郊のチェウセで生まれた。僧侶になるため14歳で学校を卒業。 2001年頃から969運動に関わるようになり、2003年に説教が原因で、懲役25年の判決を受けたが、他の多くの政治犯と共に2012年に釈放された。2011年の政府改革以来、SNS、特に YouTube で活動している。Facebook は宗教的に先導的なコンテンツを投稿しないように、繰り返し警告した後、 他のコミュニティに宗教憎悪を広めたとして彼のページを凍結した。2013年アメリカ合衆国の雑誌タイムの表紙を飾った。ウィラトゥの顔写真がザ・フェイス・オブ・ブッディスト・テラーという見出しと共に表紙に掲載され、紙面では彼の特集記事が組まれた。これに対してミャンマーから反発の声が上がった。ビィラトゥはタイムの記事が誤解を与え、 自身に抗議するイスラム教徒が彼にミャンマーのビンラディンというレッテルを貼ったと主張した。2014年にはイギリスの新聞ガーディアンが彼がミャンマーのビンラディンと呼ばれていると紹介している。ありがとうございます。